地産食材で簡単クッキング藤沢ごはん。こんにちは、三吉桃香です。小林恵子です。今回の食材はトマトです。藤沢市ではトマトの生産量が多く、1年を通して人気の高い食材です。トマトの赤い色はリコピンという成分で、リコピンには強い抗酸化作用があり、がんや老化を予防する効果があると言われています。今月の食材は藤沢産のトマトを使います。今回は餃子の皮でピザを作ります。材料4人分はご覧の通りとなります。今回は餃子の皮で作るトマトのミニピザを作ります。ユニークなピザですね。トマトの旨味を口いっぱいに味わえるパリパリ食感のピザです。楽しみですね。まずトマトのヘタをくり抜きます。2ミリぐらいの輪切りにします。とてもね、みずみずしくてジューシーなトマトですね。美味しそうですね。ナスは半月切りにして水にさらしておきます。次はバジルソースを作っていきます。はい、バジルを刻んでいきます。生バジルを使ってバジルソースを作っていくんですね。オリーブオイルに入れて混ぜ合わせてバジルソースを作ります。はい、あ、もうこれだけでいいんですか。はい、これだけです。ハムは1センチ角に切ります。スライスチーズは4等分に切り分けます。次はピザソースを作っていきます。はい、ピザソースは何で作りますか。味噌とマヨネーズを混ぜ合わせて作ります。味噌とマヨネーズ、意外な組み合わせですね。餃子の皮にピザソースを塗っていきます。はい、先ほどの味噌とマヨネーズのソースですね。はい、小さじ3分の1ぐらい薄く塗っていきます。はい、本当にほんのり乗るぐらいで大丈夫なんですね。はい、さあいよいよトッピングですね。はい、はい、じゃあ乗せていきましょう。はい、まずナスを乗っけます。はい、ナスを下に敷くことで、うん、焼いた時にトマトの水分が下に染み込まず、とても食べやすくなります。なるほど、ナスにこのトマトの水分がいくわけですね。はい、おすごい工夫されてますね。はい、トマトを乗せ、はい、とハムを散らします。うん、もうみんなが大好きな具材ですね。ハムとかね、トマトとかね、はい、いいですね。チーズは今日スライスチーズですね。はい、はい、焼いた時にとっても口にいっぱいに広がります。はい、と次にバジルを飾り程度に少しだけ乗せます。天板にアルミホイルを敷いてオーブントースターで5分から8分程度、生地に焼き色がつくまで焼き上げます。はい、焼き上がりました。これで餃子の皮で作るトマトのミニピザの完成です。すごく手頃なサイズで彩りも綺麗ですし、パーティーにもねぴったりな一品ですね。はい、夕食のもう一品やお酒のおつまみなどにすごくぴったりです。すごくビールが進みそうですね。はい、皆さんも作ってみてください。トッピングする具材をアレンジして楽しめるミニピザ、お試しください。